皆さんお待たせしました。これより後半戦となります。はい、ここまでの結果は、はい、ジャンソールさんがプラス157で1位、タオパイパイさんがプラス63で2位、僕がんばるさんがマイナス220で3位になりましたね。はい、前半戦、まあね、さっきも言いましたけど、はい、がんばるさんは3連勝しかないですよ、しかないですね、ほんとに、ね、はい、チップ取ってね、はい、役も上がったりとかしたらね、タオパイパイとジャンソールはまあ状況次第でワイルドカードも、うん、そうですね、はい、もうここまで来るともう今日明日ね、今日、これを除いてあと3つですか、はい、3カードなってくるんで、かなり有力になってきますね。そうですね、2番手ぐらいまで残れば、うん、今はまあ1位が63で結構あるんですよ。2位が32の3位が28だったかな、ね、だから33ポイント持ってれば、はい、まあまあ有力かなって感じですかね。そうですね、はい、そしたら後半戦の対局をお願いします、はい、そのあたりもご覧になられてる人はね、はい、ちょっと参考にしてもらえれば、はい、始まりそうですね。はい、はい、ちいちゃぼくがんばるさん、トントンブーや、ここはトントンブーや、席が変わりましたね、はい、さっきのパイパイ、トントンブー席です、トントンブー席や、ほんまや、もう条件が条件だけに何でもリーチするしかないっすねっていう話になってましたけど先手がね、打てるかどうかですよね、はい、まずやっぱり前半全然先手が取れなかったんで、そうですね、お、花も2つ抜いてドラゴウーピンです。それも泣いて先手取っても、うん、あんまり迫力ないんでね、まあ、できればリーチですよね。そうですね、リーチ打ちたいですね、うん、まあ、もうこうなってくると先手というか後手でも押さざるを得なくなってますけど、いや、まあ、もちろんそうなんですけどね、はい、できれば先手で両面以上でリーチ打ってつもつもってやりたいですけどね。みんないいですよ、うん、はい、まずまずね、ジャンソールさんなんちゃで、お、上手、サクッと2つA と B で迷ってた、スーピー A、スーピー B、 スーピー B、 ジャンソールさんはね、お、おと噛んだ、これでも噛んだ、これは、お、うん、これでも、お、そんなんチュンポンしたら出ちゃう、出るよ、うわ、噛んしてればチュンポンできたのか、そうですね、うわ、あ、チュンポンした、マジか、お、なんとここは回った、さっきいじめられたからか、完全にブロックしてるんですけどね、ジャンピンはブロックできてるんですけどね、チーピンあと1枚しかないですね、このペンチーピン、うん、ここ、ここで噛んだ、ここで噛んだ、もうちょっと手遅れだけど、あ、そうか、ちょっと待った、ほんとや、じゃあ9ピン、9ピンどう、9ピンか、うん、おぉ、チートイズあるからね、まあ、チートやるって言っても関してもいいとは思いますけどね、うん、まあ、いつもチャンス1回は結構偉いと思うんで、いいじゃんって追いつくかもしれんっていうのがあって、あ、止まりませんね、高めリズムな2丁、じゃあソルさんがマンガンの上がりですね、うん、お、据え置きや、据え置き、据え置き、はい、トンネ曲です、ドラがスーピンです、いい、まずまず、うん、ね、うん、横に長い、はい、お、うん、うん、うん、まず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 形はやっぱりジャンソールさんが一番、そうです ね、 ね、軽い感じしますね、ピンズが変化してくれれば、お、トン、ダブトン、ダブトン重ねた、小さ、うか、うん、これで、まあ、全部両面になりましたね、はい、3ピン払って、まあ、トンが出た時にどうするか、まあ泣きそうかな、さすがに泣くと思いますけどね、うん、ダブトンですよね、ノベタンとかできますもんね、うん、まあウーピンの立て重ねとかもありますしうん、うん、イーシャンテンからやと泣きづらいですけど、アンシャンテンやったらまだ結構泣きやすいですよね、はい、ああいうのは、何も引かんねえ、
おお、チュンのドイツ落とし、ここもチュンがなくなった。うん、さあどうする。うん、なかったことに、なんか聞いてないことに、はい、やっぱリーチしたいんですよね、僕頑張るさん。できればね、はい、あ、これで脳層チーソー二度受けの方を、うん、リャンソー2枚飛んでたんですよね。そうですね、まあ、パーソンも自分の目から見て2枚なんで、どっちも、あ、まあ、うん、見た目は一緒ですよね。じゃあ、E ピンでもよかったかもね。一旦6、5、6。さて、いいそう、ランピン、ランピン、ドラが出ていってもって感じですか。まあ、赤を使い切りたいと。ウーピン、あ、これで、よいしょってん。ジャンソルさん、数値1ピン外しますか、うん、あ、ここでサブドスを、うん、サブドス1、1、2、3、4、5、3枚ありますか。はい、これは無理じゃん、これは無理じゃん、シャンポン片割れが3ピンですからね。というかまあ、イースピンとサブドスの選択でイースピンの方を残さなかったですよね。お、あ、ここからこんないいピン。まあこれ3層当たりですからね、どうするんだろうな。数層とか、まあ、やりましたか。やりました。チートイチのイシャンテン、そうですね、チートイのイシャンテンでキープしてる感じですね。チーピン、あ、チーピンや、チーピン短期見れる、チーピンだけさっきのチーピン好きやからおー、筋でこんだけなんか数チーピン、いい数チーピン切りにくくなりましたね。あ、積もりました、積もりましたね。リズム3丁、リズムペイ3丁お、金マン1枚ですかね、うん、4000、8000の1枚です。結構いいスーピンになりそうな手順でしたけどね、今、はい、手順的にはね、はいはい、いいソキって、うん、いいスーピンになりそうでしたけどね、うん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 、まあどっちでも、あ、いいスーピンだったら上がれてない、上がれてないですね、うん、いいスーピンめっちゃ少なかったしはい、ドラが3層でトーパイパイさんの親番です。お、お、赤かし、赤い赤い、黒い酸素すらない、肌もない、ひどいですね。花花、すごい、おー、ヤンゾー引いた、ヤンゾーすごいなお、赤きた、うん、おー、お、自然に本一にいけそうな感じになってきましたね。ジャンソールもまあまあ軽いんですよね。そう、2枚目の、うん、2枚目のチューンがね、どこら辺で出てくるかによっては かなりスピード感がありますけどね。ああ、急走しゃあない。ああ、でもこれリャンウソ固定してるからリャンウソがかなり薄いのか。あ、ほんまや、お、染まった、うん、いいシャンテですね。ね、お、テンパった、リャンウソ、はい、ヤンソ薄いな、2枚激薄だなこれ。まあでも2枚は、2枚いれば底相撲ですね。違うウーピンが2枚か、はい、2枚ですね。ウーピンがすでに3枚も、お、テンパイカンチーソ、うん、うわ、このチーソ、もうチーソいい、いい、うわ、なんか見た目からして良さそう。あ、でも2枚うん、2対2だ。でもリャンソは吸収できるんで。ですね。ウーソも。リャンソ入った時にイースシーソーローソーになるんか。なりそう。そんな感じになりそうですね。僕頑張るさんがイースチーピン。あ、チーソー。チーソー。おー。おー、ペー本一7、8。トリポ。あ、7か。まあどっちにしろトリプル。親のトリプル。あ、終わった。ってことはサブドック。しかもジャンソールさんを飛ばした。うわー。おお。なんと。面白くなってきました。え？ちょっと。あいや。早くないですか？あいや。この3組。なんとなんと。親のトリプルって何点？サブロック。サブドック。サブロック？サブロック。リボー出せなくても飛ぶ？
厳しいな、頑張る頑張る。しかも今イースト GP ですからね、僕頑張るのおかげリーチ。